チャールズ・エドワード・ヘイズ・ジュニアは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンデアンドロ出身の、元バスケットボール選手。NBA のヒューストン・ロケッツなどで活躍した。2016年から、デンバー・ナゲッツのアシスタントコーチを務め、現在は、ロケッツのスカウトを務めている。カリフォルニア州のミスター・バスケットボールだったヘイズは、大学は、名門のケンタッキー大学に進学し、4年間プレー。 したが、2005年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名されなかった。ヘイズは、大学卒業後は、D リーグでプレーしていたが、2006年1月に、ヒューストンロケッツから10日間契約のオファーを受け、念願の NBA 入り。当時ロケッツには、ヨウアキラ、リケンベムトンボというビッグセンターがいたが、ヨウアキラは、怪我がち、ムトンボは高齢だったこともあり。 ヘイズにも多くの出番が与えられた。ヘイズは出場機会を増やしていき、2009から10シーズンは、ヤオが左足の疲労骨折で全休したために、全82試合スタメン出場を果たした。2011年12月、FA になっていたヘイズは、サクラメントキングスと4年契約を交わした。2013年11月、グレービス・バスケス、パトリック・パターソン、 ジョン・サーモンズと共に、ルディ・ゲイ、クイーン・シー・エイシー、アーロン・グレートの大型トレードで、トロント・ラプターズに移籍した。2015年8月31日、ロサンゼルス・クリッパーズと1年契約を結ぶも、シーズン開幕前に解雇された。その後11月1日に、フルスのヒューストン・ロケッツと契約したものの、8日に、再び解雇された。2016年9月9日、 現役生活に区切りをつけ、デンバーナゲッツのフロント陣に加わることが発表された。2017年9月3日、フルスロケッツのスカウトに就任した。高章198センチメートルの移植のセンターとして知られている。上背がない代わりに横幅があり、相手にポストアップを仕掛けられても押し負けないだけの力強さを持っている。フットワークにも優れており、 リバウンドの能力も高い。オフェンスに関しては選択肢が少なくフリースロー成功率も低いためあまり期待できないのが難点の選手として知られている。ありがとうございます。